駅前のドラッグストアで消毒液を買えば終わりかな。大丈夫？転校生くん、荷物を持ってもらっちゃったけど、ストックを作っておきたくて多めに買ったから重いでしょう。そんなこと言うならもっとたくさん買えばよかったかな、なんてね。嘘嘘、そんなに一度に買っても置き場に困るし。でも休日なのに手伝ってくれてありがとね。相変わらずお人よしなんだから。ま、そんなあなたの優しさにつけ入って私は買い出しに誘ったわけだけど、薬品によって買う場所がどうして違うかって？そりゃ商品を安く売ってる場所で買う方がいいじゃない。あるお店では包帯類は特売するけど塗り薬系は安くならないとか、そういうチェックをしながら安い時に買いだめておくので、あなたに渡したみたいに応急キットをいくつも用意しておいて、危なっかしいなーって子に渡したり自分用にしたりね。だけどちょっと一気に回りすぎて疲れちゃったね。お茶にする？どこか空いてないかな。あれ、あそこ何か特設してるね。あ、見て転校生くん、海外ウェディング特集だって。ドレスも展示してある。綺麗ね。PR 用の写真も素敵。ブーケもいろいろな種類があるのね。ユリだけとかシンプルでいいかも。あと、ごめんなさい。お茶のお店探しましょうか。ふぅ、座れてよかった。荷物持ち、本当にありがとうね。でも、さっきの特設、素敵だったな。そりゃあ私だって女の子ですから興味あるわよ。自分だったらこういう結婚式あげたいなーとかね。実は私ジューンブライドがいいなーって思ってるの。海外では6月の神様が結婚生活の守護神とか諸説あるけど、日本だと梅雨の季節で逆に敬遠されがちじゃない。だけどね、雨の日の結婚式は幸せになるっていうジンクスもあるの。雨は古来より恵みをもたらすもの。だから結婚する二人に恵みを降らせるっていう意味があるんですって。それを知ってからは逆に梅雨を狙っての結婚もいいなって思ったりね。どうしたの、そんな目を丸くして。あ、私が熱く結婚式の話をしたから。そうよね、驚くよね。だけどさっきも言ったけど、女の子ならこれくらいは考えてると思うわよ。ほんとだって、他の子にも聞いてみてよ。ほんとに。でもそうね、転校生くんって相手の子に合わせそうよね。なんとなくだけどそんな感じがするわ。相手を大切にしそうだもの。私洋風がいいな、なんちゃって。さ、少し休憩したら買い物を片付けて学園に戻りましょう。